はい、セーブしました。でアイテムを何持っていくかですけど、ちょっとねこの重武装でいきましょうかね。そろそろ何があるか分かりませんので。めちゃめちゃ回復アイテム余ってる。めちゃめちゃ余ってますね。ただね、もう2フローぐらい万が一あった時にやばいんで、一旦ちょっとこう保険を残しつつって感じで、マグナムはまあなるべく使わないようにいきたいですね。噛まれても回復でゴリ押してこうちょっと先まで行くっていうのでやりましょうか。回復アイテム大量ですから。さっきピーって開けたとこ見に行こうかね。あの先は何があるんだろうね。あの先がボスかな、なんだろうな、ちょっと覚えてねえんだよな。やったー、開いた。なんか物々しいな、やばいもんがしまってある雰囲気がすごい。ん？わ、やばそう。これね。嫌な予感しかしない。え、何もいない。何ここ、あ、クリスじゃん。ジル、クリス生きてたのね。こんなとこで死ねないさ。ジル、とんでもないことになってる。どうやらスターズは用済みらしい。とにかくここ開けないと。ダメ、開かない。待ってて、すぐ助けに戻るから。頼むぞ、寄り道はするのよ。ん？どうやって開けんのこれ。え？すぐ開けますって言うても。なるとエレベーターみたいなとこだよね。そこ行ってみよっか。とりあえず何でも行ってみよう。セーブしてあるしね。なんかまだありそうだな、研究所。これやばいのかな、結構弾使いすぎてんの。変な虫みたいのにめちゃめちゃ撃っちゃった。おい、なんかいかにもジル、バリバリ、お前も人があり、待っててくれよ。行きましょう。いかにもな感じなんですけど、大丈夫ですよ。チーズ、ミカエです。あ、いた。ウェスカ、よくやった、バリー。やはりあなたね。まあ、バリーを責めないでやってくれ。私に従わないと、妻と二人の可愛い娘の命が危うくなるそうだ。よくも人事みたいに言えるわね。まあ何も気にすることはない。じき全てから解放される。どうしてスターズをこんな目に。信じなくてもいいが、アンブレラの意向だ。まるでアンブレラの奴隷ね。
君は頭がいい。だが何か勘違いしてる。今までの化け物などクズだ。この研究所ごと焼き払ってくれ。バリ、お前は地上で待機してる。バリ、あいつも面白い男だ。アンブレラごときに怯えると。アンブレラの命令で人質を取っておきながら、最低ね。アンブレラ、確かにその名前を使ってバリーを脅したが、これはアンブレラとは無関係だ。君たちはアンブレラが黒幕だと思っているようだが、あくまでも私自身のためにやっていることなのだ。自分のため？この上まだ何か？君にいいものを見せてやる。あなたはこんなもののために。そうだ、名残惜しいが潮時だ。おうわバリ、すまない、許してくれ。あなたのせいじゃないわ。悪いのはアンブレラとウェスカーよ。家族のためとはいえ、仲間を裏切るようなまねはもうしたくねえ。やめろ。クソ！ジル、バリ、二人揃って地獄へ行け。やれるもんならやってみろ。何？早すぎたか。そんな、バリ！容赦しないわよ、この化け物。おい、いった。やべ、準備が足んなかった。あ、やべえ、ここ柵ある。マジで。ビー、開いた。すげえな、タイラントさん。全然効いてねえ。全然効いてねえ。よし、マグナムぶち込むか。ほいほい。お、あれ。マグナム強。え、マジで、マジで、え、マジで、え、勝った本当？何これ、哀れな死に様だ。あ、死んだのですか。何か持っている。観察記録、 G の発見に至るには思想ウイルスの投与から実に設計21年もの熟成の期間が必要だったようだ。フランスの研究所から取り寄せて投与した寄生生物のプロトタイプをあの実験体が取り込んでしまったのも今思えば容易に納得がいく。実験体の体内で長き眠りを貪り、21年という年月を経て、あれは突然変異的に変化したのだ。まさに進化という言葉がふさわしい。これらの観察データは私にさらなる素晴らしいヒントをくれた。これを推し進めて、さらに改良を加え、変異を加えることで、T を超える G を作り出す糸口が導き出された。この D はね、2ですね。バイオハザード2に出てきますね。これは、後々 BOW の歴史を乗り換えられる画期的なものになるはずだ。あの忌まわしい、アンクシア城もあの世で悔しがってるに違いない。数年後にはその研究成果を発表できるだろう。ウィリアム・バーキン。すげえな、マグナムめっちゃ強えな。なんもねえのか。はい、バリーも死んじゃったのかな。今バリーまでしばかれちゃった。バリー、バリー、バリー、生きてる、生きてる。
あ、よかった。あ、ジロ、面目ない。俺としたことが。ウィスカーは消えたわ。え？とにかく早くここを出よう。消えた？逃げたってこと？あ、いなくなってる。すげえな、あいつ。やりよる。ういー。なんかタイランドちょろかったっすね。あ、ピーピーってなってるな。ウェスカーの仕業か。急ごう。自爆システム入れられちゃったんだ。そういえばクリスを助けてないよ。クリス忘れてた。クリス助けてない。やばいやばいやばい。あれクリスどうやったらいいんだろう。これな、助けられないんですけど、どうしたらいいの。なんかどっかで鍵とか落ちてんのかな。あ、なんか今何かプシュってなったぞ。クリスを助けたい。これ鍵ないと開かねえのかな。クリスさん。あ、ロック解除されてる。おお、来た。よかったね。てか自分で出れるんじゃん。じゃあ自分で出なさいよ。ごめんね、待たせてごめん。ジル、待たせてごめん。で、蹴りはついたのか。まあ、ほとんどね。とにかくここを出ましょう。お、すげえ、クリスついてきてる。あとどこ行くんだこれ。これだな。これどこ。上に上がっていけばっぽいかな。行くよー、クリス行くよー。さあ行こう。元気だな。俺を置いてくんだよ。合ってんのか知らねえけど、合ってんのかな。あわよくばそこでセーブしたい。ちょっとセーブします。こんな感じで全部持ってきますよ。これで信用拳銃ってなんだろうって感じですね。これ
さあ、早く、来た来た来た、行く行く。これ、もうワンボスいるのかな、リメイクって。あ、持てないんじゃないかな、それ。持てない。いいよ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 、バリーとクリス使っていいよ。お、ブラッド君ですね。え、ヒューズユニットがない。嘘。 あったあった、なんかそこに落ちてんじゃん。ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ。分かった、もういいよいいよ。はい、結局行こう。そこに置いてあるんだったらもう刺しといてよ。ああ、ガチャコ。爆破3分前です。やばいやばいやばい。くそ、あと一歩なのに。ジル、ブラッドとラットが連絡を取れ。待って、ここは任せろ。ジル、レディーファーストだ。クリス、最後ぐらい俺にやらせてくれ。分かった、ヘリポートで落ち合いましょう。あ、カウントダウンされてる。動けない。何これ、信号弾。これ使うのかな。ここですよ。ジル、大丈夫だった？ハイランドか。来たー、強え。あ、死んだんじゃねそれ、クリス。やばい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 、こっちを先に使おう。ほいほいほい。わあ、こっち来たー。見えない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 。プルバリー、やばい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 。あー、あー、助けてバリー、助けて。プルプルしてる場合じゃない、バリーバリー。私のスタンガン食らいなさい。わ、全然効いてねえ。おお、痴漢よ。あ、来た、ジル、そいつをぶちかましてやれ。来たよ、私の大好きなロケットランチャー。おら、てめえ覚悟しろよ、おら。おい、いいね。やったー、アルファチームの高1点。ちゃんとマグナム使ったな。よかったよかった。クリス大丈夫だったのかな。ああ、大丈夫だ。
ジル、よくやった。ウィスカーに褒めてもらえた。クリーチャー撃破数。俺が死んだ数とか知りたいんだけど、9時間30分だったんですね。いやー、銃弾使用数260。これ押したらどうなんだろう。あ、リアルサバイバルモード。アイテムボックスのつながりがなくなる。照準もマニュアル操作。これはバイオサードが世に生まれる前に作られたプロトタイプの仕様である。クローゼットの鍵、新しいコスチュームは追加される。いやー、クリアしましたね。クリアになった。どんなコスチュームなんだろう。あ、出ましたね。リアルサバイバル。ちょっと、今のやつやってみましょうか。これで、コスチューム増えてるんですかね。あ、なにこれ。なにこれ。これ嬉しい、これ。これでクリアしてやっと手に入れた服、これ嬉しい。マジで。なにこれ。あ、なるほどね。なんか胸元がちょっとこう、はだけてるっていうのがサービスってことですかね、これ。はい。こんな感じですかね。一旦これクリアしました。はい。なんとかね、土日でクリアしきることができてよかったです。なんかちょっとほんと一時はクリアできないんじゃないかってくらい不安になったんだけど。いや、ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。俺、どんどんちょっと元気なくなってたと思うんですけど、ちょっと本当にね、死にまくったし、もうほんと辛かった。面白かったですけどね。やっぱね、バイオは最高でした。はい、じゃあまたね、別のゲームで会いましょう。お疲れ様でした。バキュー。